ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は P ワンパンマンを完全攻略していきましょう。2022年11月に入銀から導入される319のラッシュ継続率約 81% の1種2種混合機タイプです。ボーダーが 17.0 と少し低めで、通常回転速度は普通ぐらいです。ちなみにへそは2玉返しとなっております。電サポ中はヘリを抑えるタイプで、アタッカーのオーバー率は普通ぐらいです。当たるとへそ保留がもったいないので、当たりそうになったらへそためストップで対応。大当たり中の離席タイミングは、電サポは1分の1で当たるため、アタッカー消化後保留をためなければ離席が可能となっております。また U タイム、CZ、設定、潜伏確変はありません。本機はカスタムを搭載しており、おすすめが色保留チャンスです。当たりを最速察知して無駄玉を一発でも多く減らしましょう。アタッカーは10カウントで4カウント入ったら打ち出しストップ、9カウント入ったのを確認後、弱中強の3発を打ち出します。アタッカーまでの道中がばらけやすいため、しっかりと弾を固められるとかなり決まりやすいです。また連チャン時の1ラウンド目は V 入賞のパカパカになります。 V を狙えの煽りが来たら打ち出し開始、6カウント入ったら弱から強にひねり、8カウント目が入ったら打ち出しストップで対応しましょう。V を狙えのゲージが出てからだと少し遅いので注意しましょう。電サポは1回砲1パターンです。電柱が開いたら2発打ち出しで対応しましょう。1分の1で当たるため、打ちっぱなしで一発入賞後打ち出しストップのスピード重視の消化方法でも大丈夫です。一番下に一玉返しのポケットを搭載しているため、あまり無駄玉が出づらい仕様となっております。ここの釘がマイナス調整だとかなり減るため、打つ前に必ずチェックしましょう。換金率、貸し玉等価でベースが 20.5、 増減率が効率重視のため出玉と込み、出玉値間が10ラウンド平均1430玉、通常回転2000回転で期待値約プラス5600玉です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。